足とお腹がマジで変わる。こんな悩みありませんか？腹筋頑張ってもお腹は引っ込まんし、足パカやったり、スクワット頑張るけど足が細くならない。そういった方にぴったりな股関節歩行を紹介します。この動画を行うことで、反り腰が解消される。足のラインが改善される。結果的にお腹がへこみ、有酸素運動効果として脂肪が燃焼できます。さて一緒にやってみましょう。まずは簡単なチェックを行います。足踏みをしてください。これをまず10秒間その場で足踏みしてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、ストップしてください。今下を向いて足のつま先の角度どうでしょうか？少し開いてればバッチリですが、開きすぎ、内股、そういった方は今回の動画で改善しましょう。まずはつま先を両方開いてください。この状態でまず片足前に出しましょう。足の幅は足1個分ぐらい前に出してください。この時にお尻が突き出ないように普通に立っているような状態を作ってください。この状態でキープしてください。スタート。この状態でまずはね、股関節を開くっていう動きを定着させます。これでまずね、30秒間キープしたら反対の方向に変えていきます。これがやっぱりね、基本的な股関節の開き具合なんですね。よくバレリーナの方とかね、こういったような運動をするんですけども、やはり足のラインって綺麗ですよね。で、今現代のほとんどの方はですね、足を閉じて座っていたり、はい、 OK、 股関節がね、内側に向きすぎて足のラインが崩れてます。はい、今度反対ですね。いきましょう。スタート。そういったことによってね、股関節から下半身が歪むことによって、その歪みを直す上半身が作られると。そうなるとね、反り腰になったり、骨盤後傾、お腹が出る、猫背になる、そういった原因が引き起こされます。今回一本の動画だけで有酸素効果もあってね、とってもおすすめなんで最後まで頑張りましょう。はい、 OK です。次はまた反対足にしましょう。このままで軽く膝を曲げたら伸ばします。足伸ばす時には内ももを締めるイメージで、お尻も一緒に締めてください。軽く曲げたら締める。これは太ももを鍛えているっていうよりもね、股関節を開いて、開いた状態で締めていくという感じです。足の幅がこれぐらい前に出してます。お尻が後ろに出ないように注意してやってください。結構股関節を開いてる感じがありますよね。 OK、 それでは反対足も同じようにやっていきましょう。スタート。お腹も力を入れながらね、お尻とお腹もちょっと意識してください。体は上に少しね、引き伸ばすようなイメージです。肩が上がらないようにね、肩落としたままで、頭から引っ張られるイメージで上に立ち上がってください。これですごいね、足のラインが良くなってきますからね、足痩せしたい女性やお腹が気になる男性にぴったり。よーし、 OK。 今度は片足を前に出して、かかとだけつけましょう。このままつま先を開いていきます。スタート。これ開くときにね、お尻が出やすいから、出ないようにちょっと大げさにね、お尻前に出しながらつま先を開いてください。どちらかというと時計の針で12から9にするイメージで、軸足がね、膝曲がらないようにね、注意してやってください。つま先をひねるイメージ。よし、はい、 OK。 じゃあ反対足も同じようにやっていきましょう。スタート。これ結構ね、なんかこっち側やりやすいんだけど、こっち側やりにくいなっていうのがね、必ずあると思います。やっぱり体ってね、重心がねずれてますから、まあ、ターンの場合はね、いつも左重心にする癖があるんで、なんかこっちがやりにくいなって感じします。でもこういうのしていけばね、改善されてきますんでね。ああ、効いてる効いてる。ああ、
よーし、オッケー。はい、そしたら今度つま先をできるだけ開いて足踏みしましょう。股関節から足を上げてるイメージが大事。はい、行きましょう。この時にできるだけ体がね、左右に揺れないようにまっすぐ足を動かしていてください。まあ、極端に言うとね、カエルが水中でなんか足をね動かして泳いでるようなイメージ。足踏みをしながら、お尻横、股関節を開いてるよっていう感覚をねしっかり感じてくださいね。よーし、 OK。 今度は足をちょっと広めにしましょう。腰を回してください。スタート。今度は股関節をねすごい動かしてる感がありますよね。これを左右ねやっていきます。腰を回すのがね苦手だよとか、うまく腰が回せられないよっていう人は、実はお腹よりもね股関節が関係してることがね多いです。股関節が硬くなるとね、やっぱりね胴体が動きませんから。よーし、はい、OK。 反対回りいきましょう。スタート。股関節から足を回す。どちらかというとね、お尻を出す方よりもお尻を前にする方をしっかり回してくださいね。ほとんどの方がねこれやってる方、反り腰の方が多いはずですから、お尻を出すことよりも前にすることの方が日常的に少ないはずなんで、前に回す。 OK。 今度はさっきと同じ足にした状態でちょっと膝を曲げて腰を回してみましょう。スタート。片足前に出して腰回してるんでちょっと難しいかもしれない。でもこういうのがねすごい大事です。日頃ね股関節こんなに回しませんよね。しかもこれでね汗が出てくるし、全身が熱くなるから有酸素運動効果がバリバリにある。もう最後までやったら痩せる。よし、あちょっと OK。 じゃあはい、反対足にしたら回していきましょう。スタート。前側に出してる足側にね回しますよ。あ、こっちむずい。むずい方がありますよね。うわ、こっち動きが全然わかんねえ。これやっぱりね腰が悪い人とかもねすごいおすすめです。腰の両サイドのね腰横結筋っていう筋肉がねうまく動くんで、動きがわかんない。よし、 OK。 両足つま先を開きましょう。目いっぱい開くよりもちょっと内側にしてください。このまま体を後ろに反らして膝を曲げたら伸ばす。はい、スタート。後ろに反って足を閉じる。これでね足のラインバリバリ良くなってね、足のむくみも取れたり、大天使の部分がね老廃物溜まりにくくなったり、前ももの張りが収まったり、いろんないい効果がありますよ。よーし、 OK。 じゃあ今度は真下に曲げたら真下に、真上に登る。いきましょう。今はのけぞってたけど今回はまっすぐです。いきなりまっすぐやっても結構できにくいんで、一回反ったことによってね結構まっすぐね立てますよね。ピーンと、ここをね隙間をなくすイメージ、隙間をねこうなくしていくイメージ。これがもうねこの隙間がなくなってくると足痩せできているってことです。これ OK。 じゃあ今度は片足立ちで膝を外に回します。バランスがいるんでね安全に行ってください。いきましょう。ゆっくりですよ、ゆっくり。足を回すっていうよりは股関節から開いているイメージですね。股関節から丸を描いているイメージを意識してください。結構これ30秒長いですから、休みながらでもいいです。マイペースでいいです。最後のメニューまで頑張ってみて。これ脂肪燃焼効果もあるからね。よし、
オッケー。さあ反対も行きましょう。スタート。バランス取りながら、ゆっくり股関節から回してるよっていう意識がね大事ですよ。片足立ちっていうのもまたねすごいダイエット効果がありますからね、まあ、タートルやじろべえで検索したら出てくると思いますが、歩くよりもねおすすめな運動片足立ちです。そこに加えてね股関節矯正がいますから、よっしゃ、OK。じゃあ今度は足をねブラブラブラーと振ってください。つま先を開いた状態です。はい、スタート。つま先を開いて、今回はね股関節からしっかりね足のねラインを元に戻すっていう動画ですから、できるだけねつま先開くというか股関節を開いた運動ばっかりです。これ姿勢がすごい直ってきますからね。ショットです。よし、 OK。 はい、つま先を開いて足も開いて、また今度少し反った状態で軽いスクワットをしてください。ここを引っ付けるイメージです。はい、スタート。だいぶねつま先が開けるようになってきてると思います。これは自然につま先がね開けてきてるよっていう場合は、つま先が開けてるのに股関節が開けてきてるっていう証拠ですからね。ね、股関節を開くという運動、動きはスクワットに似てますがちゃんと内ももをつけるイメージ。よーし、 OK。 で今度はまっすぐしゃがんで立つ、いきましょう。スタート。立ったらお尻を締めて内ももを引っつける意識ですよ。体は上に引き伸ばして肩は落としたまま、頭から吊られてるイメージを意識してください。脂肪も燃えて下半身も細くなり、いいことだらけですよね。はい、そのままの足の幅でかかとを上げましょう。これでかがんだら上がります。今度はかかとをしっかり上げながら上に伸びてください。スタート。かかとはずっと上げたまま、関節を開いてお尻を締めながらお腹をへこませて上に伸びる、肩は落としたまま、体を上に引き伸ばします。ふー、いい汗が出てきますね。みんな頑張ってる、すごいよ。いいよ、その調子だよ。よし、あとちょっと。よし、 OK。はじめのポジションに戻ります。つま先開いたら片足を前に出す、両足伸ばした状態で前屈したら起き上がります。いきましょう。今度はねももの裏がね少し伸びてる感じしますよね。立った時には体のラインがまっすぐになるようにしてください。お尻を出しますから出たままなんないように引っ込みますよ。ゆっくりかがんだらもも裏伸ばして体をまっすぐ起こす。よし、 OK。 はい、じゃあ反対足もいきましょう。スタート。前足のもも裏を伸ばして立ったら股関節を開くと、めちゃくちゃね足痩せに最適な運動ですからね。足が細くなりにくいよーって人はもう絶対これがおすすめ。足パカとか他のはねもう若い子ならいいですよ。よし、 OK。 はい、つま先大きく開いて足も開きましょう。膝伸ばしたままで前かがみになったら戻る、いきましょう。しっかり胸を張ってくださいね。遠くに前屈して上がったらお尻を締める、腹、お尻を締めると骨盤を起こすイメージで、お尻を締めれば骨盤を起きますからね。お尻が締まれば腹筋も締まりますからね。前屈からの
まっすぐに立つ。よし、オッケー。はい、それではその場で足踏み30秒いきましょう。最終チェックです。スタート。足踏みをして、最後にピタッと止まって足先をもう一度見てみましょう。多分ね、この今歩いてるこの足の動きの状態だけでも、いつもよりもなんか自然にね、まっすぐ膝が動いてる感じしませんか？膝が外向いて歩いてる人とか、内向いて歩いてる人とか、いろいろいると思いますけども。よーし、オッケー、ストップ。はい、じゃあ足先見てみてください。少し外向いてたらバッチリです。ビフォーアフター、コメントで教えてください。今回の動画は毎日やったら有酸素運動効果もありますから、脂肪も燃えるし、下半身の矯正、骨盤の矯正、立ち方、体幹の鍛え、いろんな効果が混ざってます。頑張って続けて、結果が出たらタートルに教えてね。最後に皆さんにお知らせです。 SNS 見てると、なかなか自分にぴったりな運動ないなとか、痩せられないな、硬い体が柔らかくなんないなとか、そんな悩み抱えてる方も多いんじゃないでしょうか。私も実は一緒です。私自身も過去に同じような悩み抱えたことがあったので、皆さんの気持ちがね、よーくわかります。一緒に変化を感じて実現しましょう。そこでタートルのジムでは、確実な結果を得られるダイエットプログラムを提供しています。トレーニングと食事の指導、両方からサポートをしてます。理想の体型を手に入れるお手伝いをしています。私のジムに来店すれば、あなたの目標に合わせてカスタムプランを作成してトレーニングをサポートします。苦しいダイエットではなく、楽しく食べるダイエットが実現できます。私のジムは小規模でアットホームな雰囲気があります。個々のニーズに合わせたサービスを提供して、皆さん一人一人に真剣にね、向き合っています。でも今回こうやって告知してますけど、実はフォロワーさんあんまり店舗に来られてないんです。なぜかというと、こういった動画をタートル作ってなかったので、実はタートルがね、広島県広島市にいるよってこと自体分かってない方もね、結構おられるんですよ。なので今回ね、フォロワーさんとも向き合いたいなっていう気持ちで動画を作ってます。もし興味持っていただけたら、カートレスタジオ広島っていうのでネット検索していただいて、出てきたホームページからご予約ができますんで、ご予約いただき、ぜひジムに一度お越しください。一緒に健康的な体型を手に入れて、自信を取り戻しましょう。私は皆さんを全力でサポートします。待ってるよー。